皆さん、ごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1。iPhone のアラームをセットしても、時々消音モードを有効にしていて、アラームが鳴らないことがあって、少し不便です。そのため、セットしたアラームがもうすぐ鳴るとき、消音モードをオフにするショートカットを作成したいのですが、消音モードの切り替えは無理ですかね。2023年2月7日ということなんですが、消音モードをオンオフにするショートカットというのがあることはあるんですが、実行するとこのアクションは現在の環境では実行できませんと出て動きません。なのでショートカットで消音モードの切り替えはできません。多分他の方法で消音モードと同じことをすることはできないのかなと思ったら、できました。できるんかい。早く言ってよ。藤本博正というチャンネル https://youth.be/n70gb3xw で消音モードの代替案が公開されていましたので、それを利用させていただきます。藤本博正さん、多分本名、誠にありがとうございました。その方法とは、消音モードという集中モードを作成するという方法です。お休みモードでも代替できますが、今回は新たに消音モードを作成します。それでは早速行ってみましょう。 1iPhone の設定、集中モードから右上のプラスをクリック。 2カスタムをクリック。 3名称に消音モードと入力、開業し次をクリック。4集中モードをカスタマイズをクリック。5連絡先プラスをクリック。通知を知らせないにチェック。以上で消音モードという集中モードの設定は完了です。この集中モードならば、消音モードをオンにした時と同じ動きができますよね。あとは消音にしたい時は、機種左上の消音モードスイッチを触ることはしないで、コントロールセンターからこの消音モードという集中モードを選択すれば、消音モードと同様の動きをさせることができます。またこの消音モードを指定するときに点々点をクリックして、1時間、今日の夜まで、この場所から出発するまでのどれかを選択すれば、自動的に消音モードをオフにすることができますので、切り替え間違いすることもなくなりますよね。またAPP の起動や場所、指定の時間に自動的に消音モードにするショートカットを作成することも簡単にできるようになりますよね。ぜひお試しくださいませませ。以上です。